京都の語り部、世界を旅する YouTuber、キッシーでございます。SNS の、凄さというのはですね、大変面白くて、9年前の今日は、シンガポールにいたという、そんな風な、解雇の、ものがですね、Facebook で上がってきまして、Facebook の記事に、今日はシンガポールにいたと。例のラフーズホテルですね、そういったところで写真を撮ったりですね、しておりました。これはすごいですね。で、この、今日はですね、京都地方、もうすぐ暴風域に入るようでございますけど、台風が来ております。8月15日、78年目の終戦記念日という日でございますね。まあこういった瞬間瞬間がこの私のこのトークの中にも反映されてくる、これは仕方がないことでありまして、それから独立した、コンテンツを作るというのがですね、大変難しいなぁと思っています。で、今日で、このチャンネルを、で370日目でございます。それで450本の動画を撮りました。さて皆さん、本当に、楽しんでいただいておりますでしょうか。このお付き合いでですね、いいねとか押してもらってるかもしれません。ありがとうございます。まあ、京都の、様々なことをですね、皆さんにご紹介して、そして、これに、キッシーの、色とか味とか、匂いとかですね、そういったものを若干加味いたしまして、お届けしております。これからまた月の後半に入りまして、五山の送り火、これから地蔵盆、など、などございます。一つ、皆さんにお楽しみいただけますようにですね。改めまして、この一年間ご視聴いただきました御礼のメッセージをですね、あげさせていただいておこうと思います。そして皆さんから期待されるチャンネル作りをしていきたいなと思っています。はい、キッシー流のこのチャンネル、どうぞ引き続きご視聴いただきたいと思います。次の回は妙法という五山の送り火の中の一つがございますが、これについて、皆さんにご紹介をさせていただく、そういうコンテンツにあると思います。以上でございます。それでは失礼いたします。